14日に行われた衆議院選挙を受けて、今日特別国会が召集されます。安倍総理大臣が第97代の総理大臣に選ばれ、第3次安倍内閣が今夜発足します。特別国会は今日から3日間の日程で開会されます。衆院選で当選した新人議員らも国会議員として初めて国会に入りました。私は法律家として30年以上やってきまして、国民目線に立って仕事をやっていきたいと。21議席、本当に議案提案権しっかり活用して期待に応えて戦っていきたいと思います。午後開かれる本会議で安倍総理は正式に総理大臣に選ばれた後、直ちに組閣に入り、今夜第3次安倍内閣が正式に発足する運びです。安倍総理はこれを受けて記者会見し、今後の政権運営の方針などを説明することにしています。